方もちろんご存知でしょう、写真集今売れてるんですよとかっていうのは。嬉しいんですけど、めちゃくちゃやっぱ恥ずかしいですよね。何度ですよ。だって10年前ですよ。今とはちょっと感覚が違う写真になってる。田中さん今おいくつ？僕、34です。じゃあ24歳の時に24の子なのか。イケイケの写真撮ってるんですかね。じゃあ、いや、その10年前のは、僕あの田中圭の写真集っていうのがどうしても嫌で、要するになんで田中圭写真撮らなきゃいけねえんだよみたいなのがあって。そう、俳優さんだから。いやいや、俳優であるからこそ田中圭撮られちゃダメだろみたいなのがあったんですよ、その時。役に入ってない状態では嫌だと、が出せないと、恥ずかしくて。だからその写真集の時は、で、あと写真集っていう響きも僕嫌で、なんて言ってたのじゃ。それは作品集っていうことにして、で実際、無声映画の、DVD と、はい、でその写真集に登場してる人物像、僕かな、僕っていう、まあ、役を与えて、登場人物の写真、要するになんかこう行動じゃないですけど、そういうのを写真集というか作品集にしようっていうので。トータル何言ってんの。要は田中圭、田中圭写真集です。違う、田中圭写真集か。違うんですよ。ノーズっていうので出したんです。それはもう田中圭です。出してるじゃないでしょ。1年半前は違うんです。何言ってんねん。出してんだ1年半前。違う、僕も4冊今まで出させていただいていて。4冊もで出すの嫌ってやつ4冊も出さないのな。出してるんで普段じゃん。